山内宝徳は、日本の官僚、元環境庁、企画調政局長。陸軍軍人であった、山内豊麻呂の子として、福岡市に生まれる。幼くして両親は離婚し、9歳の時に父は、出生先の上海で先病死したため、父方の祖父母に育てられた。15歳の時に、骨髄炎にかかり、片足がやや不自由となる。西南学院中学校、 福岡県立周遊館高等学校を経て、1959年、東京大学法学部第二類を卒業。東大法学部の優を14個、上級国家公務員試験に99人中2番と、大蔵省でも課長以上は確実とされる経歴であったが、厚生省に入省する。厚生省では一貫して福祉畑を歩み、公害対策基本法の制定。 日本展環境会の設立に関わっている。その後、厚生省から環境庁へ転出。1986年9月、官房長。1987年9月、自然保護局長。1990年7月、企画調整局長を歴任し、長良川川口関、問題、石垣島白保空港問題などに取り組んだ。1990年、 水俣病認定訴訟において、国側の担当者となり、被害者側との和解を拒否し続ける立場を取る。人間としての良心と、求められた官僚としての職責の間で悩み、同年12月5日、自宅で自殺を遂げる。1995年、村山内閣は、水俣病未認定患者に対し、一時金、一律260万円に、 団体化算金を上乗せした和解案を提示、原告側は和解を受け入れた。彼の人生は、佐々真のノンフィクション、官僚たちの志都市や、これ枝広和のデビュー作となったドキュメント、しかし、福祉キリステの時代にで取り上げられている。ありがとうございます。